3月16日土曜日の全国のお天気をお伝えします。東日本から西日本にかけて広く高気圧に覆われて晴れるところが多くなります。一方で北海道でも日差しが届くもののにわか雪やそしてにわか雨の可能性があります。ただ降り方が強まる心配はなさそうです。また東北では日本海側で午前中に雲が広がりやすいもののだんだんと青空が見えてくる予想です。一方太平洋側では未明にかけてにわか雪や雨の可能性があります。ただその後天気はだんだんと回復していきます。また各地最高気温、東京では19度、名古屋では21度と昼間日差しのぬくもりをしっかりと感じられそうですが、最低気温見ていただくと朝と昼の寒暖差非常に大きくなります。しっかりと服装で体感温度の調節を行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。